どうでもいいがな。次は丈太郎。貴様だ。やろう。ディオ。ほう、向かってくるのか。逃げずにこのディオに近づいてくるのか。せっかく祖父のジョセフが私のザワールドの正体を試験終了チャイム直前まで問題を解いている受験生のような必死こいた気分で教えてくれたというのに。近づかなきゃてめえをぶちのめせないんでな。ほうほう、では十分近づくがよい。呪い呪い、ザワールドは最強のスタンドだ。時間を止めずともスピードとパワーとてお前のスタープラチナより上なのだ。俺のスタープラチナと同じタイプのスタンドだな。遠距離へはいけないが、パワーと精密な動きができる。貴様よりどのぐらいザワールドのスタンドパワーが強いかちょいと試してみたかった。ま、試すほどでもなかったようだが。試すっていうのは傷にもならない、撫でるだけのことを言うのか。2万円もしたズボンが破れたがよ。どうしてジョースター家というのはこう負けず嫌いなのだ。はあ、くだらん挑発に乗っかってもうちょっとだけ試してやるか。ラッシュの速さ比べか。やはり我がザワールドの方がパワー、精密さともにさともに上だ。もう分かった、満足だ。一気にとどめを刺してくれる。ジョースターの血統の者だけは手加減せずに一気に殺すと決めていた。とどめを刺すのはやはりザワールドの真の能力、ザワールド。立ち止まれ。ジョースターの血統もようやく途切れてしまうというわけだな。我が運命に現れた天敵どもよ、さらばだ。何？今動いたぞ。こいつバカな。まさか同じ。ザ・ワールドとスター・プラチナは同じタイプのスタンド。こいつ見えているのか、それとも意識せず手を動かせただけなのか。チッ、時間切れだ。見えているのか、見えているのかと聞いているのだ、ジョータロー。さあね、何のことだ。わからないな、ディオ。我がザワールドと同じように動けるのなら、動けるところを見せてもらおうではないか。そう、初めて時を止める経験をしたのは半年前のことだ。暗闇に光が差し込むような実に晴れ晴れとした気分だった。このディオは全ての生物や全てのスタンド使いをぶっちぎりで超越したのだ。そして今では5秒とだんだん長く時を止めていられる。翔太郎、貴様のパワーがどの程度のものかとくと拝見してやろう。ザ・ワールド、止まれい時よ。
磁石をつけていたな。チェ、さっきのパワー比べの時か。まんまと騙されたよ。抜け目のないやつだ。しかし、こんなイカ様のトリックは、貴様のスタンドが時の中を動けぬという証明。寿命がほんの少し伸びたに過ぎぬわ。今度こそ死ねえ状態を。動けると見せるためではなく、動けないと思わせて俺を十分引きつけるためのトリック。一瞬は動けた、一瞬はな。しかしやれやれ、